平座ゲームシリーズ始まりますよ。第2回目はマスインキャップです。ペットボトルのキャップを滑らせてマスの中に入れるゲームです。ルールなどお聞きください。色は何でもいいんですけど、投げてスッと投げてスッと投げてスッと投げて、で点数を数える。じゃあちょっと遊んでみます。真ん中の場合はどうなるんですか。実点いやじゃなくてこういうふうに、あ、これもこういう時はね、人間の一番大事なところ、こうなっても7点、多い方の点を取る、少ない方の点を取ることは絶対ダメ。あの物事って遊びなんですけど、点数が多い方が勝ちにしてやらないといけないんで、必ずこうやって見た時には多い方の7点を取る。ここちょっとでも絡んで、これは10点、でもっと言ってしまえば、この線が絡んでこうなった時でも、もう真上から見た時でも7点、そうすればもう見ることはない。10点、あもう3投投げる、2投投げる、3投の合計を食べたけ、10点いけ、はい、もう一投、はい、いけ、ということでこの点数は14点。意外と気持ちがいいな。ゼロ。7にかぶってますね。7点。3区は自分で選ぶ。いいですね。7点。はい、次。いいでしょ。あ、弱い。あ、全然。今の方ゼロ。ゼロです。はい。あ、9だな。はい、これもいいんだ。14点。8足す6で14。11点。まあ覚えておくね。個人戦でもいいし、チーム戦にして合計点を競い合うルールにもできます。それではマスインキャップの紹介を終わります。YouTuber 神風大和チャンネル。